除夜の鐘を打つ参拝客除夜の鐘は、日本仏教にて年末年始に行われる年中、行事の一つ。12月31日の除夜の死にや礼事を挟む、時間帯に寺院の盆鐘をつくことである。除夜の鐘は、多くの寺で108回つかれる。盆鐘の音色日本位以外に、韓国でも行われており、ソウルにある、広島神閣をはじめとする、各地で行われている。 特に有名な広島新閣で行われる除夜の鐘は日本同様にテレビ中継される。また回数が108回ではなく33回つかれるのが特徴である。中国からこの習慣は伝わり、鎌倉時代までは全寺で毎日鳴らされており、やがて大晦日から元旦に欠かせない行事になったという。除夜の鐘は多くの寺で108回つかれる。この 108という数の由来については、次のような複数の説がある。格別にどれが正しいということはないが。なお、寺によってつく回数は108回と決まらず、200回以上の場合などがある。金をつく前には金に向かって合唱する。108回つく寺院においては、108回のうち107回は、9年のうちにつき、残りの1回を新年につくとする寺院もある。 実際には月始めの時刻は23時、23時30分、23時45分など様々であり、年明けと同時の0時に一つ目が着かれる寺院も少なからず存在する。東京、上野の関営寺にて1927年、ヨックのラジオによって史上初めて中継放送された。これが、除夜の鐘という風習が日本に広く定着するきっかけとなった。 NHK、ゆくとしる年で、日本各地の寺院で除夜の鐘が疲れながら年が明ける、様子を全国中継しているが、ゆくとしる年の番組開始当初のタイトルこそ、除夜の鐘であった。108回の鐘は、本来、除夜だけでなく、平日の朝夕にも疲れるべきものである。しかし、名称の習慣のない寺院も多くあり、これは、常の名称が禁じられていた名残である。 明治以降、名称の習慣を復興した寺院では略して18回に止められる例が多い。稀に修行寺院などでは古式に乗っ取り、108回打っている事例もある。午後8時、その日最初に使われる鐘。正岡式が読んだ書き食えば、鐘が鳴るなり、法流寺の鐘は奈良、東大寺の初夜の鐘であった。第二次世界大戦中、後には多くの寺将が、 金属回収例により失われ、除夜の金が鳴らせなくなった。このため、一部寺院では、大太鼓を代わりとしていた。大晦日深夜から初詣でにぎわうような、有力寺院を中心として、21世紀においても、年越しの風物詩として続いている。一方で、薬草、段下の高齢化や近隣住民から騒音としての苦情により、大晦日の昼間に着いたり、 中止したりする寺もある。こうした動きに対しては、騒音ではなく、安易にやめる必要はない。ラジオの普及で広まった文化であり、深夜にこだわる必要はないという両論がある。ありがとうございます。